準備できたようじゃな。トランクスたちは引き続き暴れ回っているタイムパトローラーたちを抑えて。あなたには次の時の裂け目の弱体化をお願いするわ。時の裂け目ですか。今回もヒューが出てくるかもしれませんね。まあ十中八九おるじゃろうな。あいつにはほんとびっくりさせられたわよ。歴史改変のエネルギーの吸収、信じられない能力だわ。歴史の修正が難しいような場面ではフューにエネルギーを吸収させるのも一つの方法ね。じゃがあんな正体不明のやつを信用してもええんかの。そうですね、ただものではないのは確かですし、気を許していい相手とも思えません。あまり味方だと思わん方がええじゃろうな。まあ時の裂け目の中の様子もよくわからないし、行ってみてから判断するしかないでしょう。じゃあ時の裂け目に案内するわね。到着。いつも通りに歴史を修正できるならいいけど、中の状況がどうなっているかわからないしね。歴史修正するか、フューの力を借りるか、どうやって解決するかはあなたの判断に任せるわ。退屈だ。9日後というのは長すぎたな。なら前哨戦というのはどうだ。貴様らか。どこから来たか知らんが、貴様らごときが今さら私の相手になると思うのか。今の私はお前たちを吸収し完全体になった存在なんだぞ。この歴史とやらには孫悟空が生きているらしいじゃないか。好都合だね。ようやく私たちにも目的ができるってもんさ。なるほど、少しは楽しませてくれるようだな。なかったはずの戦いが起きるか。確かに悪くはないんだけど、そんなんじゃ全然足りないんだよね。ってわけで今回のゲストはこの人。俺の目的は孫悟空を殺すことだけだ。孫悟空を殺す。また旧型か。次から次へと。まあいい、セルゲームが始まるまでのちょっとした暇つぶしくらいにはなるか。この私がまとめて相手をしてやろう。ありがたく思うのだな。どこやらそこはセルゲームが始まる当日まで頼むからね。さあ、やることは分かってるわね。頼んだわよ。こんな戦い本来ないもんね。セルがここでやられるようなことはあってはならん。
人造人間たちを倒して元の時代に送るんじゃ。あら、そろそろビルス様が起きられる時間ですね。そろそろ食事の準備をしなければ機嫌が悪くなってしまいますからね。あなただけの戦力でも十分に戦えるでしょう。私は食べ物を調達してきますので少し抜けますね。ビルス様、どうも。ただ面倒なだけな気もするな。なんだ、休戦しちゃうの。それじゃエネルギーが集まらないじゃない。もう仕方ないな。お顔当たりとするよ。じゃあね。あとこの後でセルゲンのはずは。所詮孫悟空の命もそこまでだという。それすらも待てないとはやばいことだ。知性のかけらもない。実に愚かしい。何がゲームだ。それはお前が勝手に決めただけだろ。孫悟空は俺が倒す。セルゲームは後でゆっくりと回収すればいいさ。あの絵だね。口だけが一人前だな。旧型だ。しかしセルに見せてもらえるとは思わなかった。何なんだいあんたたち。あいつらの他にもまだサイヤ人がいたのか。意外と生き残ってるんだな。俺たちの目的は孫悟空を殺すことだけ。だが邪魔をすれば話は別。孫悟空をかばい立てするのは全て倒す。馬鹿にしやがって。だから言っただろ、今やお前たちごとき私の敵ではないと。今の私がさらにお前たちを吸収する。完全体を超えた、さらにスペシャルな完全体になれるようにしよう。そこまで強くなってしまっては、これから開催されるセルゲームがつまらないものになるかもしれんが。セル待ってぞ。17号や18号よりさらに以前に作られたポンコツが何をどうしたら私に勝てると思ったのか。全く理解の苦しみ、少し考えれば分かることだろう。お前たち、ブラボー、完璧です。なんとかなったかな。そうね、戻ってらっしゃい。おい、一体どういうつもりか知らんが、貴様もセルゲームには参加するんだろうな。あら、まだやってたんですか。そろそろ帰りますよ。ようやったな。おかげで時の裂け目の力が弱まったぞ。なんとか歴史を修正できてよかったわ。もっとも黒幕の正体はまだ分からずじまいだけど。しかし黒幕なんぞ本当におるんか。やっぱり全部フィーのやつがやっとるんじゃ。可能性はあるけど、やり方はどうあれあの子が前回歴史を修正したのも事実なのよね。
あれでいて意外と嘘はついていないのかも。しかしやな。まあ今はわからないことをとやかく言っても仕方ないわ。できることからやっていきましょう。なな時の裂け目はまだまだ残ってるわ。頼りにしてるわよ。準備できたようじゃな。トランクスたちは引き続き暴れ回っているタイムパトローラーたちを抑えて。あなたには次の時の裂け目の弱体化をお願いするわ。時の裂け目ですか。今回もヒューが出てくるかもしれませんね。まあ十中八九おるじゃろうな。僕すっごく期待されちゃってるね。それは裏切るわけにはいかないな。あいつにはほんとびっくりさせられたわよ。歴史改変のエネルギーの吸収、信じられない能力だわ。歴史の修正が難しいような場面ではフィューにエネルギーを吸収させるのも一つの方法ね。意外と話が分かる感じ。やったね。じゃがあんな正体不明のやつを信用してもええんかの。そうですね、ただものではないのは確かですし、気を許していい相手とも思えません。あまり味方だと思わん方がええじゃろうな。まだまだ当たりが厳しいな。悪いようにはしないのにね。ちょっとさっきから何キョロキョロしてるのよ。大丈夫？もうしっかりしてよ。あなたが頼りなんだから。どうやら気になることが終わりのようですね。まあ今は黙っていなさい。じゃあ時の裂け目に案内するわね。到着！いつも通りに歴史を修正できるならいいけど、中の状況がどうなっているかわからないしね。歴史修正するか、フューの力を借りるか、どうやって解決するかはあなたの判断に任せるわ。退屈だ。9日後というのは長すぎたな。なら前哨戦というのはどうだ。
様らか。どこから来たか知らんが、貴様らごときが今さら私の相手になると思うのか。今の私はお前たちを吸収し完全体になった存在なんだぞ。この歴史とやらには孫悟空が生きているらしいじゃないか。好都合だね。ようやく私たちにも目的ができるってもんさ。なるほど、少しは楽しませてくれるようだな。なかったはずの戦いが起きるか。確かに悪くはないんだけど、そんなんじゃ全然足りないんだよね。ってわけで今回のゲストはこの人。俺の目的は孫悟空を殺すことだけだ。孫悟空を殺す。また旧型か。次から次へと。まあいい、セルゲームが始まるまでのちょっとした暇つぶしくらいにはなるか。この私がまとめて相手をしてやろう。ありがたく思うのだな。セルプレイが始まる数日前のようだ。お前らの人生を倒して、やれよ。待て、うわーい。僕のエネルギー集めを手伝ってくれるんだね。さすが。話がわかるな。助かっちゃう。今回は私があなたたちの戦いに関与することはできませんよ。ですので私はブルマさんからいただいたトペなるデザートを食べてまいりますね。俺たちの目的は孫悟空を殺すことだけだ。だが邪魔をすれば話は別。孫悟空をかばい立てする者は全て倒す。たとえそれが同じ人造人間であってもな。セルゲームに参加したいのならば行くな。セルゲームのルールは1対1。それほどまでに自信がしかし特別にハンディキャップマッチ。ハンディキャップだってさ、負けた時に言い訳してくんかい。大体お前、俺たちの力を手に入れてやっとそこまで強くなったんだろ。何を偉そうに。確かに人の力を使ってようやく完全体になるボディーだ。さぞかし気持ちいいんだろうな。羨ましい限りだ。やんな。弱い犬とはよく言うとは実によく言ったものだ。いいだろう。望み通り完膚なきまでに叩き潰してやる。あったー。どうした最初の異性は。本当に静かになっちゃった。ようやく自分の浮かれた立場が分かったかな。化け物は化け物らしくみっともなく死ね。
セルの木が消えた。孫悟空。ほう、お前が孫悟空か。おめえらの気も感じねえ。ちゅうことはおめえらも人造人間だな。まさかおめえらがセルを。へえ、そっちから来てくれるなんて、探しに行く手間が省けたね。少し楽しみが減った気もするけどな。まったく何言ってんだい。とっととやっちまおうよ。はいはい、わかったよ。孫悟空、殺す。何しに来よったんじゃ。セルの木が突然消えたから様子を見せた。まさかまさかの大物ゲストの登場だね。あれは僕も予想してなかったな。でもナイスタイミング。もっともっと歴史を体験してたっぷりエネルギーを集めなきゃだからね。ああもうやめろって。何なのよあんたは。でもまあ悪いようにはしないからさ。本当でしょうね。失敗したらただじゃおかないんだから。やら、ほーらほらほら、まだまだこれからですよ。私はここから来てますからね。もうどうじゃんの。あーもう、どうしてそんなかは戦いに集中するのか。でたちはどうするんだろう。普通の暮らしをするのかな、それとも破壊の限りを尽くすのかな。ああ、でもそっか、この人造人間たちは別の歴史から連れてきた人造人間たちだから、やっぱり悪いことを続けるのかな。そうすると地球はどうなっちゃうんだろうね。な、とにかく歴史の歪みは大きくなってるよ。いい調子いい調子。実は本当に何なんじゃ。いくらなんでも歴史に詳しすぎないか。ああもう私に聞かないでちょうだい。こっちが知りたいくらいよ。うん、太陽拳。なおめえ。ま、こんなもんでしょ。孫悟空。なんだ、意外に開けなかったな。たかがこんなことのためにドクターゲロは私たちを作ったってのかい。
行くぞ18号。行くってどこへだい？別に決めちゃいないさ。あんたはどうする？お前もどうせ俺たちと一緒で特にすることないんだろ。行こうぜ。こんな結末になるとはね。ま、僕にとっては何でもいいや。無事歴史は改変されましたってことで、ね。じゃあ、今回はこんなところで、おしまい。じゃあ、またね。次も頼んだよ。バイバイ。ようやったな。おかげで時の裂け目の力が弱まったぞ。しかしまあ、今回もフィーの力を借りてしまったわけじゃが。結果的に時の裂け目の力は弱まってるわけだし、君の決断は正しかったってことだと思うわ。もっとも、黒幕の正体はまだわからずじまいだけど。いや、黒幕なんぞ本当におるんか？やっぱり全部フィーのやつがやっとるんじゃ。可能性はあるけど、やり方はどうあれ、あの子が前回歴史を修正したのも事実なのよね。あれでいて意外と嘘はついていないのかも。しかしじゃな。まあ、今はわからないことをとやかく言っても仕方ないわ。できることからやっていきましょう。なな。時の裂け目はまだまだ残ってるわ。頼りにしてるわよ。Thank you.